NASA is developing the capabilities needed to send humans to Mars in the 2030s, goals outlined in the bipartisan NASA Authorization Act of 2010. According to the space project by NASA, it is scheduled to send humans to Mars and back to Earth, taking 651 days. Then you can read number 651, number 651 in Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci. What a wonderful coincidence! Number 651 stands for Alien Human Contact in Jewish Gematria, and I say again, what a wonderful coincidence! NASA の宇宙計画によれば、2030年代に人類を火星に送り込むことになりました。往復に651日です。で、モナリザの絵の背景には651という数字が隠し込まれていました。651です。51はユダヤのゲマトリアでは火星、そして651はエイリアン・ヒューマン・コンタクト、つまりエイリアンと人間のコンタクトとも読むことができます。素晴らしい偶然です。誠にもって素晴らしい偶然です。広し林、ハマメシティ、ジャパン。They splashed down on Earth in the Orion 22 months after they first blasted off, officially making human beings an interplanetary species. NASA の計画によれば、発射からスプラッシュダウンまで651日ということです。 AI 中本さんという方からこんな書き込みがありました。モナリザの5の上に6も見える。火星を離れて打ち上げてから651日目に宇宙飛行士を乗せたオリオンカプセルは地球の海に着水して帰還を果たす予定となっているそうです。何か関係があるのかなと。で、モナリザを再検証してみることにしました。モナリザです。この赤枠で囲った部分に注意してください。この赤枠で囲った部分にですね、51という数字があることは発見していましたが、その上にどうやら6という字もあるのではないかということです。ちょっと厳しいかなと思いますけども、こうして反転して明度を上げ、コントラストを上げてみますと、651という数字が浮かび上がってきます。で、中本さんはこの651に着目し、651日というのはつまり人間が初めて火星に行って、そして帰ってくるまでの日数と一致するというのです。まさに夢にあふれたといいますか、素晴らしい偶然の一致ということになります。651です。で、51は火星を意味します。そして651はエイリアン・ヒューマン・コンタクト、つまりエイリアンと人間のコンタクトという意味にも取れます。つまりこの時エイリアンと人間は接触をするとも読めるわけです。誠にもって素晴らしい偶然の一致ということになるのではないでしょうか。あるいは本当にあるいはということになりますが、あとは皆さんのご想像にお任せします。といったところで、もう一つ別の事実イコール謎が生まれます。もう一度この数字を見てください。651ですね。左651です。モナリザの絵の中にはどうやら6も隠されていたということになるわけですけども、6となるとですね、つまり太陽系の惑星をですね、外側から数えると6番目の惑星イコール火星ということになるわけです。つまり
6というのは六芒星で示されているようにですね、火星のシンボル的な数字ということになります。つまり6はイコール火星のシンボル数字イコール六芒星、六芒星はつまりは火星のシンボルマークバイ林博施設ということになりますけれども、そのシンボルの6は火星を表し、なおかつ51はですね、ユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。偶然なんでしょうか、偶然なんでしょうかということで、その6について簡単に説明しておきます。Nibiru means planet of the crossing. The description of this planet by the Sumerians match precisely the specifications of the planet X, or the 10th planet, which is currently being sought by the astronomers in the depths of our own solar system. Why did they know this planet named Nibiru or the 10th planet? The answer seems to be very simple. They knew this fact,Because they were aliens from the outer space. Here, I, Hiroshi Hayashi, can show you more surprising fact to prove this fact. That is to say that they knew it because they were aliens. 6000年前のシュメールの年度盤には、この太陽系にはもう一つの惑星があったことが書かれていました。それがニビルという名前の惑星です。ニビルです。このシュメール人が説いたニビルという惑星は、ごく最近見つかった惑星 X の特徴と正確に一致しています。ニビルという名前は、横切る惑星という意味です。事実、その名前の通り、惑星 X は超楕円軌道を描き、他の惑星を大きく横切りながら太陽の周りを回っています。また惑星 X の大きさは木星、土星に続いて第3番目の大きさの惑星と考えられています。つまり太陽系の奥深くにある第10番目の惑星です。ではなぜシュメール人たちはその惑星のことを知っていたのでしょうか。答えは言うまでもなく、シュメール人たちを指導していた神々は、つまりは地球外からやってきたエイリアンだったからです。わかりきったことです。が、この程度のことは、すでにゼカリア・シッチンなどによって証明されています。で、この動画の中では、さらにそのゼカリア・シッチンの説を裏付けると同時に、深い視点から、ニビルについての謎に迫ってみたいと思います。広し林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら話を先に進めます。ゼカリア・シッチンです。1920年に生まれ、2010年に亡くなっています。そのゼカリア・シッチンが、こんなレリーフを手に持って写真に収まっています。これがそのレリーフです。向かって右にアヌ王がいます。そして左に、人気種、ジダ、そしてアタパーがいます。アタパーというのは遠近がですね、エリルの都市で最初に作った人間と言われています。アタパー、すなわちアダムのことです。そして左上に太陽系が描かれています。で、これはですね、まあ、この太陽系が描かれているという点からですね、アヌ王が太陽系の説明をしている場面だというふうに説明されています。が、実際に私はですね、これは、南風の翼を折ってしまったですね、アタパーが人気衆時代に釣られて、あの王の前に連れてこられた時のシーンだというふうに解釈していますが、今日はここがポイントではありません。向かって右からあの王、そして、中央に人気衆時代、そして一番左にアタパーがいます。で、この太陽系のレリーフに注意していただきたいと思います。中央に太陽が描かれています。そしてその周りを惑星が取り囲んでいます。で、これを、その惑星についてですね、実際の、まあ、右がサイズコンパリズンをした惑星の写真ですけども、それと比較しています。一番大きいのが木星と考えます。で、二番目に大きいのが土星ということになりますね。で、こうして並べていきますと、まあ、この木星と土星を基準にしてですね、あと惑星、
どれが惑星、どの惑星であるかがわかるわけです。で、火星ですね。地球です。金星です。そして水星ですね。大きさも、って言いますか、大きさの比率も一致します。すなわち、ここに描かれているのは水、金、地、火、木、土、天王星ですね。海王星、そして冥王星、ということになります。まあ、このように一致するということですね。すなわち、このレリーフはですね、正確に惑星の大きさを、まあ、比率と言いますかね、サイズコンパリズンを表現しているということになります。もう一度、惑星を順に置いていますから、皆さん自身で確認してください。まあ、これを偶然というか、それとも、そういったことをね、知っていた人たちによって描かれたものであるというかは、判断するかは、皆さんの問題ということになります。まあ、こんなことをですね、当時の人間が知るよしも、ことはですね、当時の人間は知るよしもなかったということです。で、もう一度、皆さんに確認していただきます。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星と来るわけですね。この一番最後のプルート、冥王星はその下かもしれません。で、以降、惑星が残ります。大きさの比率が同じである点に注意して、この動画を見てください。まあ、これだけでもね、古代の人たちはエイリアンと呼ばれるエイリアン、まあ、神々と呼ばれるね、エイリアンによって指導されていたという証拠になるわけです。で、あと二つ、まあ、惑星らしきものが残るわけですね。で、左上がニビルってことになりますけど、それを確認するためですね、実際に惑星 X のサイズコンパリゾンを右上に表示しておきました。で、惑星 X は大きいんですね。木星、土星に続いて3番目に大きい惑星と言われています。ですから、この左のレリーフの中でも、この3番目に大きいこれをですね、まあ、私、林宏はニビルと判断しました。で、ニビルのシンボルマークを置いてみました。ジオの字がニビルのシンボルマークということになります。で、この惑星の配列順は、ゼカリア・シッチンが説明している惑星の配列順とちょうど逆回りになります。私は時計回りにそのように判断しました。ゼカリア・シッチンは時計と反対回りにそのようになっているというふうに説明しています。で、これは中国のね、ジョカ・フクギの、まあ、絵ですけども、やはりここにも10個の太陽を中心として10個の惑星が描かれています。どうして、まあ、こうした事実をですね、古代の人たちが知り得たかということを、もう少し皆さんね、素直に言ってますか、考えていただきたいと思います。人間には知る由もなかったんですね。しかし、こうして、まあ、中国でも正確に10個の惑星が描かれているということです。で、一つ残ったのが、まあ、ニビルということになるわけですね。それで、ニビルの話に進めていきたいと思います。惑星 X イコールニビルということになるのでしょうか。まあ、それをね、直接その二つを結びつけるということは、まあ、現代の科学の世界では否定されてますね。で、この超楕円の惑星を描いて、ニビルが太陽の周りを回っています。その時に他の惑星を横切るわけですね。ですから、横切る惑星というふうに、まあ、ニビルというのはもともとはね、横切る惑星という意味だそうです。で、エイリアンたちは太陽系の惑星を外側から数えていました。で、火星が6番目、7番目が地球、そして、金星が8番目ということになります。イナンナ・シュタールのシンボルマークは金星で8方向に伸びる光線ということになっています。で、このクエスチョンマークのところにニビルがあるのかということになるわけです。で、結論ということになりますが、651という数字なんですよね。この数字はですね、何かしら
意図的にあらかじめ用意された数字ではないかということにもなるわけです。あるいは本当に偶然の一致ということになるかもしれません。素晴らしい素晴らしい、とっても夢のある偶然の一致ということになるのかもしれませんが、しかし今までの流れからするとですね、また同時にレオナルド・ダ・ヴィンチの時代から現在のエリア51に続く、まあ、そうした時代の流れをですね、流れの中で追ってみるとですね、人間が火星に行くときにはですね、火星人の協力あるいは理解、いわゆる承諾がない限り人間は火星には降り立てないということですから、その火星に人間が降り立つことについてですね、実はその裏でアメリカ政府と火星人の間で何らかの密約がすでに成立しているのかもしれません。あくまでも私の楽しい素晴らしい空想ということになります。そういう中からこの651が生まれたとしてもなんだおかしくないということになるのではないでしょうか。6は第6惑星の火星を意味し、51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味しますということなんですね。ですからあくまでも素晴らしい素晴らしい、素晴らしきかな素晴らしきかな、偶然という程度でここでは結論を出しておきます。続く動画はですね、ダ・ヴィンチと火星人についての関係を表現したものです。モナリザです。では今日はここで失礼します。バイ。いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は
自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know what you are and where you are from. You humans, you are sons and daughters.Of God. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちは私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たちは君たちが何であるかを知るだろう。そして君たちがどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり娘なんだよ。 This is a message from Jesus Christ after 1500 years.
According to Wikipedia, it writes about Ivor's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが2枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに
描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ、木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスはこのような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。
部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろうと同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。
Ladies and gentlemen, here in this painting of Mona Lisa, you can see a panoramic view of Mars. Vous pouvez voir ici une vue panoramique de Mars dans la douleur de la jeune Mona Lisa. Potete vedere qui una vista panoramica di Marte nella sofferenza di Young Mona Lisa. Puedes ver aquí una vista panorámica de Marte en el dolor de la joven Mona Lisa. Você pode ver aqui uma visão panorâmica de Marte na dor da jovem Mona Lisa. Sie können hier einen Panoramablick auf den Mars in der Qual der jungen Mona Lisa sehen. 你可以在这里看到年轻的蒙娜丽莎痛苦的火星全景。モナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が正確に描かれていました。広し林浜松シティジャパン。
Someday you will reveal this fact. Then you will know what I was. And then you will know what you are. You humans, you are my sons and daughters. This is a message from Jesus Christ after 1500 years.